ウォーレル・デインはアメリカ合衆国出身のボーカリスト、ミュージシャン。同国のヘビメタルバンド、サンクチ・ュアリ及びネバーモアのボーカリストとして知られ、ソロも並行して活動している。ネバーモア時代のウォーレル1980年代、初頭に地元シアトルでセルペンツナイトというバンドのボーカリストとして活動していた。1983年、インディーズ・レーベルから同バンドで、 アルバムデビュー。1985年、同地でヘビメタルバンド、サンクチュアリを結成。1987年にメジャーデビューを果たす。1992年、サンクチュアリが解散。同年、ネバーモアを結成し、中心として活動。2008年、初のソロアルバム、プレイゼス・ツー・ザ・ウォー・マシンを発表。2010年、 再結成したサンクチュアリの活動を優先し、ネバーモアの活動は翌年に停止した。2017年12月13日、ソロアルバム作成のために滞在していたブラジル、サンパウロで心臓発作を起こし死去。サンクチュアリのフェイスブックも不法を伝えた。去年56。かつて5年ほどオペラ歌手としてトレーニングを受けていたこともあり。 その聖域は彼を教えていた講師によると5から6、オクターブアルトのこと。通常は独特のバリトンで歌うことが多い。所属バンドでのソングライティングも担当しており、歌詞の多くは宗教や政治への批判や最先端技術への複雑な心情などを表現していることが多い。また、世域の調理師とのしての資格も所有しており、出身地のシアトルでレストランを経営していたこともある。 ありがとうございます。